はい、速稼塾の久保です。26日になりましたね。明日からの相場なんですけども、まあほとんどもう利益を上げることはないと思います。繰り返しますけども、あくまでもこう固めてですね、基礎を固めて来年からのスタートにかけていくのが得策だと思いますね。なんかね、相場の始めに大きな動きがあったりとかするのもあるんですけども、まあそこはね、予想するには非常に困難ですから、やっぱりこう週末とか週明けとか月末とか月明けとか、それから年末とか年明けっていうのは、やっぱり思いもよらないような資金が入ってきたり出たりするわけなんですよ。税金のことで決済したりとか、それによって保険の金額動いたりとかね。まあですんで、テクニカルが素直に動かないところもあると思います。ただ、一つ言えるのは、レンジ相場に入ったら、レンジを抜けてブレイク。この基本は同じなんですよ。ですんで、フォーメーションができるかできないかっていうと、多分こういう時期にはできないと思うんですよね。だけども、今みたいにレンジになっちゃったところで、ブレイク、そしてそこにバイやセルでついていくっていうことならできると思いますから、そちらの方を狙っていきましょう。それでは今日はね、1時間、1日、4時間という順番で見ていきます。最初に1時間足です。いかがですか？もう収束して横ばいになりましたよね。下の方からぐーっと上がっていったのが、もう今では、ほら、移動平均線もね、横に行ってるでしょ。これでブレイクアウトができる状態が整ったってことなんですよ。今までの経過を見てると、この大きな幅でブレイクアウトがここで起きていますよね。で、次にこういうふうな角で、まあブレイクアウトとは言えないんですけども、ここで突出が起きてますよね。その後今はこういうふうになっちゃってるんですよ。どん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 上下の幅が薄くなってきて、もはやレンジ内でバイセルができなくなってきましたよね。だからブレイクアウト一辺倒なわけなんですよ。それではね、一日足をちょっと見てみます。今回の、時間軸の見方、変則的です。今、レンジに入ってるのがここら辺だと思いますけども、ぐーっと横にね、これを伸ばしてみると、やっぱ符号するところがあるんですよ、ここ。ここの水準に戻ったわけですよ。まあ、ですんで、ここは何かというと、下からぐーっと上がってきてね、頭打ちになったところが力点となってるんで、そのまま続いてるんで、まさにレンジになるべき場所でレンジになったかなと、横ばいになってるかなってことです。だから狙うべきはブレイクアウトなんですよね。で、4時間足です。4時間足いかがですか？ドカーンと落ちてきたのが、まあ横になってってことですけども、緩やかに右肩上がりになりながらの、まあレンジなわけですよ。もちろん、ピップスがそんなにね、上下するわけではないので、ここで何かね、利益を狙うためのフォーメーションを見つけるのは困難です。まあ、ですんで、だいぶ落ち着いて横ばいから、まあ、4時間で見ても、緩やかな右肩上がりに入ったかなと。でも、日足を見ていると、全体的には、横ばいになって、しかるべきところで横ばいになったなっていう分析ですね。はい。じゃあね、27日から、あと、31日まで。一応、市場が空いてますけども、ほとんど利益を上げることが困難ですから、基礎用語の習得と、それからテクニカルの、また一からのね、復習をしていきましょう。そのためにこの1週間から10日を使っていって、新年で、またね、利益を上げるべき1月の戦略を立てていけばいいと思います。まあ最近こんな話題ばかりですけども、でも本当にそうする時期だと思うんですよ。この時期に取れてる利益ってのはあくまでおまけです。やっぱりしっかりと利益を取るときには、しっかりとね、利益を取れるべき自分の体制を作っておいて、そして相場が動いてないときには、もうまた自分は基礎から戻って一からやる。この繰り返しで、FX をね、しっかりと固めていっていただきたいと思います。それでは本日は以上です。ありがとうございました。それではまた明日。